皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。全部で4問あります。回答時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。ハロウィンかぼちゃのイラストですね。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、真ん中の段の左から2番目のかぼちゃの口が変わっていました。二つ目は、真ん中の段の一番右のかぼちゃの口が変わっていましたね。そして三つ目は、下の段の右から2番目のかぼちゃの三角の目が大きくなっていましたよ。ハロウィンかぼちゃを手作りできる人はすごいですよね。挑戦してみたいと思いながらなかなかできません。それでは次に行きましょう。2問目です。十五夜のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、一番上に乗せてあるお団子が小さくなっていました。二
2つ目は、ウスの大きさが小さくなっていました。そして3つ目は、ここの星が消えていましたよ。気づきましたか？月の中にウサギの形が見えるというのは日本と韓国だけだそうですよ。他にはカニがヨーロッパ、本を読む女性がアメリカ、中国ではヒガエルだそうですよ。3問目です。木に止まる鳥のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、一番上の右から3番目の鳥の向きが変わっていました。二つ目は、真ん中の枝のこの部分が長くなっていました。そして三つ目は、右下の大きな花が消えていましたね。さまざまな綺麗な鳥のイラストでしたね。それでは最後の問題です。キッチン道具のイラストですね。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。一つ目は、鍋の蓋が上がっていました。二つ目は、右下のナイフが小さくなっていました。三つ目は、右から2番目のポットの取っ手が小さくなっていました。時間内に見つけることができましたか？
秒で問題は終了です。いかがでしたか？この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。